皆さんいかがお過ごしですか。花海俊一です。今日の熊本市政だよりテレビ版はイベント推進課からのお知らせです。今月29日エスコ花火大会2018が開催されます。午後6時45分から1万発の花火が打ち上げられ、漆黒の夜空と湖面を豪華絢爛に彩ります。大会当日は午後5時から午後10時まで交通規制を行います。ノーマイカーデーにご協力いただき、公共交通機関のご利用をお願いします。詳細は各公共交通機関ホームページなどをご確認ください。また当日は臨時シャトルバスを運行します。行きは午後2時半から午後6時半まで、帰りは午後7時15分から午後10時までです。シャトルバスは4経路です。 A 経路は城西園から観覧会場西側、 B 経路は熊本駅白川口から観覧会場南側、 C 経路は熊本県運転免許センターから鹿島町総合運動公園、 D 経路は帰りのみで、県軍電停北側から新水前寺駅を経由して市役所前です。また C 経路の熊本県運転免許センターには駐車場を設けていますが、台数に達した場合は駐車できませんので、あらかじめご了承ください。シャトルバスの往復料金は A、B 経路は事前販売が300円、当日販売が500円、 C 経路はパーク&バスライドとして利用でき、車1台あたり事前販売が1000円、当日販売が2000円です。事前販売は大会前日までで、インターネットでの購入となります。 D 経路は当日販売のみで、片道300円です。市政だより9月号には会場マップなどを掲載しています。また花火大会の開催状況は自動音声案内で確認ができます。大会ホームページでも随時情報をお知らせいたしますので、こちらもご覧ください。熊本市政だよりテレビ版、次回の放送は9月28日です。ぜひご覧ください。